ベルモント軍はアメリカ合衆国オハイオ州の東部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7万400人であり、2000年の7万226人から0.2%増加した。軍庁所在地はセントクレアズビル市であり、同軍で人口最大の都市はマーティンズフェリー市である。ベルモント軍はウェストバージニア州ホイーリング市を中心とする。 大都市圏に属している。軍名はフランス語で美しい山を意味している。ベルモント軍は1976年に女性の保安官キャサリン・クランブリーを選んだことでは国内初の軍となった。1987年、軍民のマイケル・エーマッサが軍発の公式軍章と旗を制作し公開した。軍民はコーリアキラと旗を選ぶ非公式投票を行い、 その様子は、全国ネットのポールハーベーションで放映された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は541.27平方マイルであり、このうち陸地532.13平方マイル、水域は9.14平方マイルで、水域率は1.69%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。 軍政府事務所の大半はベルモント軍庁舎に入っている。ベルモント軍機は1988年に地元集約人のマイケル・マッサがデザインした。軍民は全国放送された投票でマッサがデザインした一軍の旗の中から選定した。コーリ・アキラが軍機に描かれた。セントクレアズビル市周辺にいくつかの共生施設がある。ベルモント共生所は セントクレアズビル市とオーノック村の間、修道331号線の広さ158エーカーの敷地にある。この施設には2698人の囚人を収容している。ベルモント軍監獄はセントクレアズビル市内にあり、ベルモントカレッジとオハイオ大学東部キャンパスの近くにある。この施設には72章があり、軍法案官事務所も入っている。また、 軍周辺のために機能する17章のサーガス、少年共生所もある。この施設は軍艦獄の隣にある。ベルモント軍ズベルモント軍は、下記16の軍区に分割されている。軍内には、下記9つの教育学区がある。軍内の小部分は、複数の軍にまたがるスイッツ・アランド部オハイオローカル教育学区が管轄している。ありがとうございます。